マリー・オール・キャンプは、アメリカ合衆国の女優である。日本では、マリー・オール・キャンプとも表記された。オハイオ州、タスカラワス郡・郡デニソンに生まれる。1913年、ユニバーサル・フィルム・マニュファクチュアリング・カンパニーに入社、同社参加のパワーズ・ピクチャー・プレイズ制作、ハリー・エイ・ポラード監督、主演による、短編映画ザ・ビレッジ・ブラック・スミスで、 ホラードの相手役に抜擢されてデビューする。同年、ヘンリー・マックレイ監督のザ・ウェアウルフに出演、以降、マックレイ監督が量産する、短編映画に多く出演する。1916年、ユニバーサル参加にブルーバード映画が設立されると、フィリップス・スモーリー及びロイス・ウェバー共同監督の、ホップ、ザ・デビルズ・ブルー、ザ・フラート、ジョン・ニーデム、SW に出演、主演した。 ザフラートのみ、日本でも公開された。同年、シリアル、快感、ロローに主演して、人気を博す。1918年には、ブルーバード映画制作、コリン・キャンベル監督のタングス・オブ・フレームに主演する。1920年、一歳年長の俳優ハーランド・タッカーと結婚する。同年に公開された、竜の網を持って、ユニバーサルを退社する。 三33歳を迎える1927年に公開されたイン、a Moment of Temptation 以降の出演作の記録は見当たらない。1936年11月17日、薬物の大量摂取による自殺を図り、死去した。四42歳没。仮装され、一回は遺族が分け、墓所は不明である。特筆以外すべて出演作である。 ありがとうございます。